願いします。それながら適切にここに重心残すのってかなり至難の技だ。はい、じゃあ今日はトレーニングやらせていただきます。お願いします。お願いします。お願いします。ゲストの原俊 GK ラボこと。お願いします。原さんです。トシさんです。原俊です。よろしくお願いします。お願いします。トシさんとはなんで知り合ったんですかね。まあ、雄大さんのつながりで知らせていただいて、はい、まあ今日は東京来てるってことで。コラボさせていただきました。初コラボです。初コラボっす。コラボっす。コラボっす。ちょっと緊張してます。はい、じゃあ今日どんなトレーニングしていただきますか。今日はですね、実は事前にゆうやくんの方から試合の動画をちょっと見せていただきまして、まあ、そこから、課題とかこう気になったところを抽出して、まあ、そこにちょっと、今日はそこをトライしてもらおうかなと思いますので、課題改善、課題改善のところでやっていきたいと思いますので、お楽しみいただけると思います。ま、お楽しみいただければと思います。はい、お願いします。お願いします。はい。クッて曲げると3点こう、ここで、はい、バネみたいにピシャッて流れてくる。これが骨盤を立ち上げると、はい、ここから曲げて出ていかないじゃん。ああ、そういうことか。使い分けから、はいはい、まあ、イメージとしてはここ緑ゾーンで、緑ゾーンからの対応になるけん、立ちすぎるとステップは行きやすいんだけども、はい、そこから遠くに行ってなると難しくなって、中間ぐらい近くなるともっとグッと近づく。ああ、そうそうそう、素晴らしい。最初、足と足の間に入れるけん、OK、足潰した。構えてもらって、はい、次このどっちかのつま先に出すけん、OK、必ず体を一歩運んで、へその下に取りましょう。はい、どう、一歩出る？あんま出ないけど、やっぱほら、さっき言ったところでここはハマってないけん、こう足がロックかかってる状態、はいはい、蹴られた瞬間に本当は両足で蹴られた方向に対して逆足からこうポンって体が出ると出るんだけど、足がこれ今地面に対して上半身と下半身が分離してる状態だけ、もう少しここ骨盤がこううまくこうピッとしてポンって体が出るようになる。ちょっと骨盤こうなんていうの、俺やっぱここはこの辺がやっぱ気になるんですよ。あ、本当ハマってない、ハマってない感じ。こことこことこう関節、はいはいはい、結構バランスで、結構バランスで、膝もほらちょっと外、ちょっと外に、そうなんですよ。そうで、これが外行くとはまんないから、はいはいはい、内側に少し入れて膝とつま先はなるべくまっすぐ、ああ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、で、はまると自然とポンって体が出る。オッケー、ちょっとやってみます。あ、スクワットのちょっと姿勢に似てます。そう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 、パワーポジションだから、はい、あんまり力みすぎと意味ないけど、リラックスし、それでリラックスの力を使って、あ、そうそうそう、イメージになる。まずいい形近づいて、グーッと力む必要ないけん、リラックスしとってタイミングでポンって体がポンって出る。グーッと力入りすぎると筋力でいっちゃうことになるから、関節の動きで体を動かしてほしいけん、はまってる状態をなるべく作る。あ、そうそうそう、そんぐらいリラックスして、逆足でしっかり蹴って、うん、あ、そう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 、ナイス。あ、そっちが弱いね。こっち弱いですか。こっち
違う、左が出てこない。やっと来た、来て、ああ、そう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 、ああ、そう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 、逆足でポンって出す、うん、少しこう、こういう状態だけじゃなくて、蹴られた方向に対して逆足して蹴って体を持っていく、ちょっと持っていく、そう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 、蹴る、もっと蹴る、うん、ちょっとじゃあ勝ってみます。うん。で、から押しです。で、なんでこれにこだわるかっていうと、結局ほら、この一歩って体重がやっぱ乗ってないわけよ、あんまり。じゃなくて、蹴り出してこっちに重心乗せる。と、こっからもう一回飛んでいける。確かに。2段階。ポンポンっていける。で、これがやっぱできるかできんかで、遠くのボール触れるかどうか、これが最初はここだったら結局もうこれ切れんで、ここで倒れるだけになっちゃうけん、ポンポンって飛ぶイメージ、最終的にこれ、そうそう、だけ逆足で蹴ってこっちに体重を持ってこる、はいはいはい、いいところ、こっちからこっちに体重が、そうそうそう、ポンポン1、2っていう、蹴ってこっち、もう2分いい、力抜いて、肩の力抜いて、足の力も抜く、リラックスした状態から、我慢だけど、リラックスした状態から、ああ、そう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 、でしっかり体を蹴って早く体をここの角度に持ってこんでいかんけ、しっかり足幅から蹴る角度が変わってくる、体を運ぶ角度が、はい、これが上からだと射撃みたいになるけ、構えた時から骨盤をちょっと入れてからなるべく平行にこっちに蹴る、血を張る、そう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 、体を蹴るようにして、そうそうそう、自然と体がスッと出てくる、ああ、そうそう、ああ、そうそうそう、もう一回、はい、ああ、オッケー、ナイス、どうしよう、ああ、オッケー、ナイス、どうしよう、伸びたね、最後、一回目、もっと蹴りたい、もっと蹴りたいですか、逆足、そうね、乗ってくるともっと蹴れると、うん、イメージ今日一日でできるようになるっていうより、普段今日刺激入れだけん、はいはいはい、刺激入れた後普段のトレーニング意識してポンポンって、あとは体が反射運動だけん、頭でやろうとするとやっぱ遅れるもん、どうしても、うんうん、だけ頭で考えずに脊髄反射でなってくれば、あとはポンポンって自然と出てくる、だけそこを、それが普段のトレーニングでそこを意識できてるかどうかが大事なんです、うん、そういった意味でも分かる、ね、できんねんと、あ、こういうことねっていうのは多分反復練習が出てくると、反復練習からそれを意識してくると多分できるようになって、試しでできるようになって、そう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 、だけその時にプラントレーニングでこうこうねっていうところが、あう、おーってなった、上がりながら適切にここに重心残すのってかなり至難の技だ、だけどどうしても分けろって言ってね、俺だけどそういうことだ、
はい、いかがだったでしょうか。今回からですね、近藤選手編お伝えしていければなと思っております。この夏にですねドイツ行きを、決めております近藤選手にですね少しでもサポートになればと思ってですね今回のコラボが、実現しました。ぜひですね次の動画もお楽しみいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた別の動画でよろしくお願いします。もったいない。